コマオよ。ヘブンバーズレディオ。ヘブンバーズレッド第31夜舞台、朝倉可憐役の芹沢優です。同じく第31夜舞台、国見玉役古賀葵です。ライトフライヤースタジオとキーが送るドラマチック RPG ヘブンバーンズレッドを盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。はい、うえ、伊沢さん、はい、4章前半どうですか？なんだってどうですか？全然勝てないけど、なんだよいや、なんかそんなに攻撃に食らいまくってる感じはなくて、なんかわりかしその全体攻撃とか食らってもなんか結構これぐらいな、ぐらいいけるんだけど、なんか多分攻撃があんま効いてないのか、効いてない、なんか使い切っちゃう最強技を。そう、なんかさ、やっぱ上限あるじゃん、流星とかさ、ハンチャンハンチャンとかさ、漢字で読めないけどルカのやつとかさ、使い切っちゃって、なんか今回の最後に出てくる敵がハンハンって言うんだけどその敵がね、こう一回 DP を削っても、なんかまたそのなんかフーンとか言って DP がちょっと回復するの。うわっ、やだー、やだよそれが。 DP あと HP でやるぜみたいな時に、なんか一個前のターンで DP フーンとかされるみたいな、もう一回 DP 削るとこからやんってなって、絶望するを繰り返してるうちに、もうブレイクカノンしか残ってないみたいな、もうブレイクカノンとないよみたいな、全然戦えないよってなって、難しい、勝てない、いつも強い、強い、勝てない、頑張ります。はいそれでは始めていきましょう、ロバンレディオ作戦開始。その一つを誇りたい、この番組は最上の切なさをヘブンバーンズレッドの提供でお送りします。芹沢優と古賀葵のヘブンバーンズレディオ。改めまして、ヘブンバーンズレッド朝倉可憐役芹沢優です。国見玉役古賀葵です。ではリスナーさんからのメッセージ読んでいきます。ほい、こちら舞台名弟アザラシさん。ゆうちゃん、あおちゃん、こんばんは。以前の放送で弟がヘブバンをやらないという相談メールを紹介したのを覚えていますか？はいはい、いつも姉がお世話になっております。そんな私ですが、先日2章をクリアしました。うん、いやー泣きましたね。これは泣きました。これからも自分のペースにはなりますが、ストーリーを進めてお二人に追いつければと思います。ではでは。おお、あの子があの子がついに始めたで、2章をクリアしてくれた。おお、そしてこの何とも言えない目線あー泣きましたねこれは泣きましたっていうこと、なんかちょっと達観した弟ですね2章終わった時はもうこんなんじゃなかったの。いや本当にうわーうわーってなってたのになんか大人な対応見せて。でもありがとう、お姉ちゃんに言われてついに始めてくれたんですね。嬉しいぞ。どうなの、その後小賀ちゃんは、はい、強くなりアクセサリーも集め今は4章の途中です。途中、はい、うん、単数がまた制限がかかって単数制限ね、また倒すよね。本当にあれ、私あれですね、多分粘り勝ちしてたんですよ今までずっと。どうにかどうにか、いやだろうよ強すぎりだから、やっぱ長期戦にはなってたけどそうなんですよ。そっか、これはちょっとね、スピード素早くちょっと倒せるように頑張りたいと思います、うん、よしよし、じゃあもうちょっといきましょうか。いきますか。はい、次、舞台名 SS を引くといつも仕事が面倒ださんからいただきました。ありがとう皆様こんばんは。こんばんは。私は YouTube でいつも拝見させてもらっています。ありがとう私はクラッチが大好きです。うん、
最近ヘブ版のためにゲーミングノートパソコンを購入しました。パソコンでヘブ版をプレイしていると小学2年の娘が時々覗き見してきます、うん、そんなある日妻と娘が一緒に学校の宿題で掛け算の4の段を練習していました、うんうん、妻がシシと問題を出すと娘はシシはウサギを狩るのも全力ってねと答えたのです。そう、このセリフは戦闘中のクラさんのセリフなのです。妻は知らないのでポカーンとしていましたが、私は一人言葉には言い表せない感動をかみしめていました。すごい、めちゃくちゃ英才教育やん。獅子やウサギを狩るのも全力ってね。すごい、クラッチのその戦い中のセリフがあるわけね、うんうん、なるほどね。すごい、その子はじゃあもう4の段よりヘブ版が頭にこう染みついてるっていうことですごい、なるほどね。うわ、素晴らしいな、クラッチさんか、いいですね。いつかね、娘さんも大きくなっても確かにヘブ版プレイしてほしい。ぜひぜひ。じゃあまだあります、はい、こちら舞台名ノッティさん、ありがとう。葵ちゃん、ゆうちゃん、こんばんは。こんばんは。曲に面倒だという題名がありますが、うんうん、二人が面倒だなと思うことはありますか？面倒だなと思うことですか？面倒。いっぱいあるよ、もう山ほどあるでしょ。あります。こういうのとかも面倒。紐がね、すぐ取れちゃうんだもん。ああ、もう取れちゃった、取れちゃったってこれ。取れて、の結ぶのも面倒。面倒よ、そりゃ。面倒だ、これはもう。でも面倒っすよ。そうですよ。なんだろうな、ネイルも面倒。そんなすぐ伸びる。すぐ伸びる。あと季節によって伸び方違いませんか、爪の。え、なんか、え、分かる人いませんか、なんか、なんか今はどういう、今はどう、今どうなんだろう、早い、なんか夏の方が早い気がする。夏伸びるの早くないですか、なんか夏伸びるんだ。え、本当に、あ、そうですよね、ネイリストさんが言ってたって、夏の方が早いらしい。すごい女子、敏感な差にも気づけるんだ。あ、ここちゃうなんか夏場の、ね、冬の方がまだなんか、あ、まだいけるなって思うんですけど、うん、いっぱいあります。頑張っていこうね。はい、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございました。では一曲お届けしましょう。現在発売中、ヘブンバーンズレッドのアルバムラブソングフロムザウォーターより、前田純、柳凪で銀河旅団。コーナーです、はい、キャンサーのせいだ、うん、爪が伸びるのもキャンサーのせいだ。そういう使い方ができるね。そうだよね、はい、ほんとそうなんだよ、全部キャンサーのせいにしたい気持ちいっぱいある。じゃあ早速いきます、はい、舞台名
シンクロさんからいただきました。ありがとう。僕は翌日の朝に食べようとスーパーで買ったパンを空腹に耐えられず夜中に食べてしまうのはキャンサーのせいだと思います。これはあるな、夜ね、お腹すきよね。うん、芹沢さんとかってどうしてるんですか。何を。お腹すいたらパンを食べるよ。え、夜中に。夜中、夜ご飯ももう食べて、うわーでもやべやべ、あらやべ、次、ごくごく水を飲むよ。あ、でも なんか私逆にそのあんまりストック買わない派かも。なるほど。だから冷蔵庫調味料ばっかり。すごい。あとなんか調理しないと食べれない野菜とかあるけど、パンとかのストックがねあんまないんだよね。なるほど、それです。こちら続いて、はい、舞台名じっくり煮込んだチンパンジーさん。あじゃ、ゆうちゃん、あおちゃん、こんばんは。僕は先日27歳にして健康診断で引っかかってしまい、お医者様からお酒を控えるようにと言われてしまったのですが、風呂上がりのビールの誘惑に勝てず現在もグビグビ飲んでしまっています。僕は飲んだらダメだと思っているのですが、あの悪魔的なうまさに抗えません。これは絶対キャンサーのせいです。お二人も気をつけてくださいね。だってほうほう、酒キャンサーね。酒キャンサー、あー酒キャンサーです。あーまあもう多分もう風呂上がりビールっていうもうさ、多分チンパンジーさんの子、うん、もう生活の流れと言いますか、はい、あるんでしょうね。これをどうね。でも本当にお医者様が言うことは確かだから。気をつけて。なんかまずレモンサワーに変えてみるとかどうですか。なんかまずちょっとなんかマシなんだビールよりは。なんかレモンサワーなんかもビールよりまずちょっとマシみたいなこと言いませんか。あるんだ。でそれでもダメだったらちょっとノンアルにちょっと変えてみてとか。シュワシュワが多分きっと、だから月水金はアルコールか、木はノンアルコールのビールをこう置いて、なんかこうこう確かに確かに、で体にこうどっちも同じ、どっちも美味しいじゃんっていう、うんうん、馴染ませてって、馴染ませてって最後はそのオールフリーみたいなのでこう満足できるようになれたら、うんうん、確かにいいんじゃないかな。そこまで行こう、うん、よし頑張っていこう。次、舞台名Mやんさんからいただきました。ありがとうございます。ラジオで聞いた曲の曲名が思い出せなくてモヤモヤするのはキャサのせいだ。わかる。あるよね。あります。あれなんだっけ、てて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 てって感じだった。ここはわかる。でもあります。あれね。これどうしたらいいんだろうね。あ、一時期シャザムみたいな、あイザムみたいな、シャザムシャザムシャザムみたいな、でこうやってやったらなんか何の曲か当ててくれるんですよね。うんうんうん、でもまあそのラジオを聴いてる瞬間にね、それをこう起動できるかって。確かに。難しいな。どうしたらいいんだろう。だからもう歌えばいいんだよ。いいなって思ったらなんかこうやって忘れないうちにこうボイスメモ、うん、シリに検索してもらおう。そうしよう。よし。よし。次。次。ヤマヤンさん。あざす。芹沢さん、古賀さん、こんばんは。こんばんは。お菓子を食べたいから袋を開けようとするけど。上手に開けられないので切れ目から破ってしまうのは全部キャンサーのせいだ。ああどういうこと。お菓子を開けようとするけど袋を開けようとするけど切れ目からっていうのは、あ、これか。ああまあこれでいくと確かにね、本当はこういきたよね。わかるわかる。パスッとね、気持ちいいでしょうね。うん、なんか綺麗に食べれる。でもこういっちゃうと確かにもうこれどこに捨てるみたいになるし。確かにね。なるほど。こういうのはキャンサーのせいかもしれない。確かにこれはキャンサー、本当にキャンサー。なんか毎回いけるじゃんっていう時と、うん、こたみたいな時ってありますから。おいっていう、あります。
あのお醤油の袋とかも切れないやつありませんか。何どれ。なんか納豆とかに袋ついてる、こういうちっちゃい醤油ね、はいはい、あれのあれあれあれ全部マニャンマニャンマニャンってなって、うんうん、でさ ここでやっててさ、なんかあやばいと思ってさ、もうこっちでやると力の入れ方わかんなくてさ、はい、なんか服につくけどとかある、ある。あとあれ、あのさペットボトルのあれは取ろうっていうさ文化じゃん、もうゴミを捨てるときはゴミを捨てるときはペットボトルのあれは取ろうって言ってんだからさ、うんうんうん、ガチガチにつけんのやめてほしくない。ノリ強いやつありますよね。ノリ強いよ、ベタベタのやつカチカチになっちゃうよみたいな。あとさもうここが全然カチカチカテーカテーってとき、あれも点線で切れないの、ビーそう、あーぐる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 なっちゃうとき、あるある、ああいうのはもう全部キャンサーのせいだから。そうだよ、うん、よしよしよし、じゃあ次だ、はい、舞台名シンクロさんからいただきました。ありがとうございます。僕は年に何度か人に追いかけられる怖い夢を見るんですが、これはキャンサーのせいだと思います。追いかけられる夢ね、怖いねそれは。でもわかる、見たことあります、追いかけられる夢。うでしかも夢の中だから足めっちゃ遅いんですよ、なんかも、もっと早く走れるのにすごい遅くて、でも向こうも遅いんですよ一生捕まんないんだけどずっと怖いみたいなそうそしたら面白すぎて、同じ速度でずっと迫ってくる何か何に追われてんの分かんないの、なんか何なんですかね、多分人なのかな、でも概念かもしれないね、はい、そうなんですよ、仕事とかさイベントもうすぐとかでこうやってありますね。ないですか、追いかけられる夢。なくはないと思うけど、どっちかって言ったらファンタジーを見ることが多いかな、わりかし空飛んでるとか、なんかいいっすね、あとこれは夢だ私には分かるとか言ってビルからピューみたいなのやることある、結構すごいファンタジーが多いかも。確かに、でもなんか怖い夢とか見た時って、うん、あこれ夢だって分かるんですけど、うん、夢だからちょっと泳がしとくかって思うんですけど怖いってなって思われてるとね、そう起きろって思うんですけど起きれないんですよ、うん、起き方分かんないよね、ああいう時だからしかも起きたかと思ったらまた夢の中で起きてんですよ。わかります、なんかありません、なんかどうし起きたと思ってまだ夢だみたいななるんですよ、ね、でも起きたと思う夢はめっちゃ見る、はい、朝こうやってうわーもう起きたとか言ってもうお風呂入ってないから入るかとか言って入ったはずなのに起きたらなんか汚いみたいな全然汚いみたいなのはあるあるある、起きたさ気にさせてくる夢わかります、あるよね、あれ危ない、わキャンサーのせいだ、せいだそうだはい、ということで皆さん引き続きキャンサーのせいにしたいことお待ちしております。続いてはこちらのコーナー、第31夜舞台ルームルール。私たち31夜の6人は同じ部屋で暮らしています。このコーナーではもし私たち2人とそしてリスナーさんが一つ屋根の下に住むことになった場合の生活のルールを決めていきたいと思います。はい、さてこのコーナーが始まった時にですね、私はルームシェア経験がありますね、うん、で芹沢さんは人と住むのはちょっとみたいなことを最初の頃、うん、おっしゃっていたかと思うんですけれども、そうですね、今日はですね、はい、そのルールを紹介する前に、うん、今一度ですね芹沢さんはどんなことが NG なのかを、うん、ちょっと教えていただこうかと思っております。これなんですけど、はい、何がとかじゃないのよ、おい何がやだとかじゃなくて、はい、愛、愛の量が重要なんですよ。愛の量、私昔声優の仲いい子と1ヶ月くらい一緒に暮らしてたことがあるの。へえ。でもその子とはすっごい仲良しだから、はい、毎日楽しいの、うんうん、しも何をしても可愛い大好き大好き大好き、はいはい、大好き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 、おー、だから全然苦じゃなかったの。へえ。でも愛がないと、はい、例えば私がちょっとだらしない時になんか、うんうん、
ちょっと直してよみたいな、うんうん、私たちは一緒に暮らすというものを選んでるんだから、うんうん、直すとか違くないもはやみたいな、ああ愛が重要なの、愛が、愛だけどもう大好き好き好き大好き友達だったら、はい、お互いね大好きだから何でもいいよって感じになれるじゃん、うん、だからやっぱリスナーの皆さんに芹沢優ちゃんだったら屋根の下に生きててくれてるだけでありがとうという思想を持っていただけるんであれば、はい、一緒に住めるかなっていう、まずそれが大前提ですね。そうなんです、それからのこのルールからのこれからのこれ、はい、はい、だから皆さん、じゃあ皆さんアイオンお願いします。はい、いいですか、分かったでしょうか。よし、じゃあそれを踏まえて、はい、メールご紹介していきます、はい、舞台名プータローズさんからいただきました、ありがとう、はい、ま、芹沢さん、小川さん、ヘブマンは、ヘブマンは、僕が提案するルールは、うん、録画は1ヶ月以内に削除することです。オタク柄僕もいろんな番組を録画しますが再現がないので1ヶ月と区切ってそれ以降は消すか、外付けハードディスクにでも移してほしいです、いただきました。録画、録画してる、し、あんまりしてない、そう、もう今サブスクで見ちゃう時間、そうなんです、から見れちゃう、録画をするっていうものにびっくりした。でも確かにね、サブスクに登録するよりも、うん、録画すんのが無料ですからね、はい、健全だよね、うん、確かに録画か、でもうちサブスクかなり加入できると録画の必要がもしかしたらないかもしれない、ないかもしれない確かにね、でもどう思う？録画か、うん、まあでもせやな、みんなで使うならね、そうなのかな、うん、うん、じゃあこのルール採用か不採用かどっちでしょうか。残念、不採用でした。すいません、すいません、うちはちょっといっぱい入ってるんではい、そうなんですよ、失礼しました、次行きましょう、はい、こちら舞台名ゆいまるさん、ありがとうございます、お願いします。芹沢さん、小賀さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私の考えたルームルールは、共用スペースにあるティッシュやトイレットペーパーなどは最後に使い切った人が補充するです。いかがでしょうか。え、すごい現実的。現実的。すごい現実的。でも、え、え、どういうこと？え、そういうこと？え、どういうこと？え、どういうこと？え、ストックの分を出すってことですか。そうです、だティッシュを最後に引いて、あ、ないなってなったら、はい、新しいティッシュを持ってきて置いとく。それ当たり前なんじゃないですか。おっとえ、なに、空っぽのままにしておきたいってこと。しときたい人はいないよ、でもやっぱりこう忙しいとか今ちょっと あーみたいな、いや、それは困る、困ると、このルールが必要だと。でも必要じゃないよね、なんかじゃなんかそれをやってくれる人がいいちゃんとそのそういう当たり前を分かってる人とすみたいどうしましょうこの場合、まあ必要は必要であるが、必要だが、それはなんか青い子がからしたらルールではないとな、ね、これは人としての問題な気がするぞ。え、いかがいたしましょう。わあ、どうしよう。でも、まあ、うん、よし、まあそうやな。わかりました。このルール採用か不採用か、どっちでしょうか。採用です。ありがとうございました。ちょっとでもあの不服感が否めない。これはちょっと当たり前です。あの当たり前。確かに入居条件みたいなもんだよね、もはや。はい。愛と一緒。愛と一緒です。そうですよ、はい、これは思いやりを持って生活しましょう。そうだね、そうだよ、はい、そうだ、当たり前でした、はい、ということで引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。ヘブンバンクレディオ、
ここでヘブンバーンズレッドからのお知らせです。現在新登場の劇祭の無彩色石井いろは、早くお家に帰りましょう、室伏梨沙の SS スタイルがピックアップされたプラチナガチャが登場中。そして秋の2大ストーリーイベント開催キャンペーン第2弾実施中ということで、今回のピックアッププラチナガチャはなんと1日1回無料でガチャを引くことができます。10月31日23時59分までの開催となりますので、お見逃しなく。続いてオータムキャンペーン記念ログインボーナス第2弾も開催、期間中毎日200クオーツをプレゼント。さらに第31英舞台新衣装スペシャルガチャが開催中。 SS スタイルの内容が第31英舞台の新衣装6体のみのスペシャルなガチャとなっております。はい、そしてそしてバッファーピックアップガチャも開催。うん、メメント森の美少女東条司、星の海、たゆたうフォーチュンテラー、桜葉セイラの SS スタイルがピックアップです。どっちも引きたい、ほきだ、どっちも引きたい、ほき。以上ヘブンバーンズレッドからのお知らせでした。芹沢優と小川葵のヘブンバーンズレディオ。ヘブンバーンズレディオエンディングのお時間です。さてさて、今日は久々に採用したんじゃない、ルームルーム。確かに最近ずっと残念だった気がする。そうですね、まあ、でもなんか今回採用したのもちょっとなんかちょっとなんかあんまり腑に落ちてあれもありませんが、ね、でもおう、まあ条件ですよ。愛は大事大事、そうですね、はい、よし、愛を持って過ごしていきましょう。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールはこちら hbr@joqr.net hbr@joqr.net です。番組公式ツイッターもありますのでフォローをお願いいたします。感想はハッシュタグヘブバンレディオでぜひツイートしてくださいね。ということでここまでのお相手はヘブンバーンズレッド朝倉可憐役の芹沢優と国見玉役の古賀葵でした。バイバイ。この番組は最上の切なそう、ヘブンバーンズレッドの提供でお送りしました。ね、今日は頭にいっぱいカラフルなのがついてたね。そうですね、いっぱいつけていただきました。どっちが好きなの、シックなのとカラフルなの。ああ、どっちも好きなんですけど、今日はキッズダンサー風です。映像ぜひ皆さん見てください。キッズダンサー子が、はい、皆さんも今日はピンがいっぱいついてかわいい、ピン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 